1964年半ばの発売以来、2年間にわたって大ヒットを記録したマスタングに続き、フォードが取った新たな一手は、マスタングのメカニカルコンポーネンツを流用したプレミアムモデルの投入だった。それが1967年モデルとしてデビューしたマーキュリー・クーガーである。クーガーはマスタングに対してホイールベースを3インチ延長したシャシーにシックなデザインのハードトップボディをかぶせていた。サスペンションは乗り心地向上のためにチューニングを変更し、エクステリアデザインでは格納式ヘッドライトを装着。上級ブランドのマーキュリーらしいディテールを備えていたのが特徴だ。クーガーのコンセプトはマスタングの軽快さとサンダーバードのクオリティ感の融合であったが、まさに頷ける処理だと言えよう。クーガーのボディバリエーションは2ドアハードトップのみというシンプルな構成だったが、グレードはベースモデルの他に上級モデル XR7 が用意されていた。さらにはスポーティーな GTE パッケージも用意されており、こちらはベースモデルと XR7 のどちらにも組み合わせることができた。1967年モデルの標準エンジンは200馬力を発生する289キュービックインチ V 型8気筒 OHV、 オプションとして220馬力の289キュービックインチ、324馬力の390キュービックインチ、そして335馬力の390キュービックインチという V8 エンジンが用意されていた。直列6気筒の設定がなかったのはマスタングと差別化を図るためだ。クーガーは SCCA トランザムレースへも参戦した。1967年にはその記念としてシェルビー GT350 に準じたチューンドエンジンを搭載するグループ2が限定販売されている。